最近のヨーロッパ。ああ。本当にありがとうございます。から、ですからありがとうございます。天気としては、夏の間は私、年寄りなんで、股関節の手術の話が無理なんで、泳ぐのは一気に泳ぐんですけど、あ、今はもう寒いじゃないですか。ですね。皆さん、元気ですバカですね。いやいやいや。あれ、本当に元気になると思います。でも、年寄りでも家の上でも寒くなってくるのかな。海は最高だと思いますね。ちなみに地元の方でいらっしゃる。私は福岡市内です。僕は奈良なんですよ。え、うん、で福岡で転勤になって、それで、サーフィンやってたんですよ。でも、だったら、どこで来てないか。和歌山、あと三重県の伊勢、伊勢サミットあった。そうですね。か、今だったら日本海、鳥取とか京都。そうですね。はい。それにも博多からなんか行ったら、目と鼻の先ですから。いや、もう思います。本当、そして海が綺麗でしょ。めちゃくちゃ綺麗です。ですね。はい。住みやすいですね。ですよね。行ったわ。今ちょうど唐津から戻ってきてたんですよ。仕事ね、唐津まで行ってて。そうですか。まあ、70の年寄りですけど、アカウントは何ですか、YouTube のアカウント。アカウントはですね、ちょっと待ってくださいね。これライブですか？